私を捕まえられるかな？なんて大胆に振る舞えないよ。カレンちゃんに気づかれないかドキドキなのに。ポテトサラダ、ふかし芋、芋餅、大好きな真昼芋。でもごめんね、みんな。さようなら。まひるちゃん？じゃがいもとにらめっこしてどうしたの？あ、バナナちゃん、想像してたの。このじゃがいもはどんな美味しいお料理になるのかなって。それは明日のお楽しみ。リクエストがあったら今のうちに言ってね。ありがとう、バナナちゃん。でもいいの、私は食べられないから。食べられない？どうして？それはうひゃー。まひるちゃんお腹ペコペコなんだ。まひる芋一つふかそうか？いいの、私もうまひる芋は食べない。どうしちゃったの？まひるちゃん。だって私は、そう、ルパン VS ホームズの舞台の幕が上がるまで私はダイエットの女神。まひる芋が食べられるみんなが羨ましい。でもこれは決めたことだから。それってルパン VS ホームズの役作りのため？うん、モリアーティ教授は痩せていて苦行者のようであるって描写があるでしょ。だから今のままじゃダメなの。今のままじゃモリアーティ教授の衣装が着られなくなっちゃう。でもプニ？うひゃー！何？バナナちゃん。まひるちゃんそんなにプニプニしてないと思うんだけど。でも昨日急に体重が増えちゃってて。これってきっとお芋の食べ過ぎだと思うの。この間段ボール箱で届いたもんね。バナナちゃんが作ってくれたジャーマンポテト美味しかったな。うひゃー、もうやだ。でも急にご飯を抜いたら体にも悪いと思うな。だから私に任せて。え？じゃじゃーん、バナナ特製スペシャル7サラダ。スペシャル7サラダ？まやちゃんに頼まれて考案した特別メニューなの。たっぷりの野菜とナッツ、蒸しささみで食物繊維とタンパク質が山盛り。その分糖質と脂質を下げたプニプニ防止サラダなの。これならお腹いっぱい食べられるよ。本当に？いただきます。おいしいよ、バナナちゃん。よっぽど我慢してたのね、まひるちゃん。本当に美味しい。でもこんなに食べちゃったら体重計に乗るのが心配。体重計？あ、まひるちゃん、それってもしかして。え？バナナ、バナナ、大変だ、私の体重がすんげー増えてる。このままじゃホームズ VS ルパンの衣装が着られなくなっちゃう。私に痩せられるメニューを考えてくれ。双葉ちゃんもすごく増えてるってどれくらい？10キロ。10キロ？それ体重計が壊れてるんじゃ。あ、正解。お風呂場のあの体重計、昨日の夜から壊れてるんだって。だから明日修理に出すみたい。じゃあ私の体重は多分変わってないと思うよ。よかった。
ちゃん、私の体重も？うんうん、変わってないと思います。よかった。じゃあ、どうだった、まひるちゃん？うん、ちゃんと着られたよ、モリアーティ教授の衣装。それどころか、ご飯を我慢していたせいで少し痩せてて、モリアーティ教授の雰囲気出てきたってマサイさんが。おお、よかったな、まひる。怪我の巧妙で役作り成功だな。うん、でもこれで真昼妹とさよならしなくてよくなったよ。せっかく役作りに成功したんだから、本番が始まるまで我慢したらどうだ。真昼妹は私たちが責任持って食べるからさ。そんなのずるいよ。ダイエットの女神は終了。バナナちゃん、私にも真昼芋。モリアーティ教授のような悪役らしい悪役を演じることってあまり経験がないから不安だけど、でも普段と違うからこその楽しみもあるんだ。何よりそのカレン・ホームズの宿敵でしょ。見る人を夢中にさせるクライマックスを二人で作るんだって思うと今から楽しみ。あ、もうこんな時間、そろそろ寝なくっちゃ。まひるちゃん。まひる、あれ、どうしたの？二人とも数学の宿題教えて。教えてください。数学？私もそんなに得意じゃないけど、わかる範囲でいいならいいよ。まひるちゃん、ありがとう。命の恩人。じゃあ頑張って早く終わらせちゃおうね。そこにね、さっき教えた公式を当てはめるの。さっきの公式ってどれ？だからこれ。もう、この公式ってすごく基本的なところだよ。今度から授業でわからないところがあったらすぐに先生に聞くこと。いい？はーい。じゃあ次の問題だけど、これをこっちに代入して、さっきの公式で解けば答えは9。はい、正解。よくできました。やったー、やったね、ひかりちゃん。うん、まひるのおかげ、ありがとう。まひるちゃんの説明、すっごくわかりやすくて助かったよ。よかった。私も数学は苦手だけど、役作りのために勉強したおかげで少しだけ理解が深まったの。役作りってモリアーティ教授？そうそう、教授って数学の研究者でしょ。数学の参考書を読んだり、先生におすすめしてもらった数学者の本を読んだりして、数学に関わる人って演じるなら冷たくて寡黙なイメージがあったんだけど、実際はすごくストイックで、うちに情熱を秘めた人なのかなって気づけたの。役作りで苦手教科を克服するなんて、まひるちゃんすごい。克服ってほど得意にはなってないけど、前よりも親しみは持てたかな。さっき二人が問題を解いた時に使った公式にも、生まれるまでのドラマと物語があるの。へー、そうなんだ。モリアーティを演じなかったら、公式ってただの難しい数の羅列にしか見えなかっただろうから、教授にちゃんと感謝しないとね。
ジェームズ・モリアーティ、明晰な頭脳を持つホームズをして犯罪界のナポレオンと言わしめる天才数学者。でも数学者って何をする人？きっとさっきみたいな難しい宿題を解くプロだよ。じゃあマヒルは宿題を解くプロ？ジョジョ、これから数学の宿題は全部マヒルちゃんにお願いすれば。ダメです、数学の問題にはそれを作った人の思いがこもっているんだから。ちゃんと解くことでいろんなことが見えてくるの。特にカレンちゃん、数学はモリアーティ教授からの挑戦状だよ。え？カレン・ホームズくん、この問題が解けるかな？ってね。そこから逃げちゃっていいのかな？ダメ、そんなのダメだよ。カレン・ホームズとして挑まれた問題には答えなくちゃ。決めた。これからはどんな難しい問題もカレン・ホームズが全部解いてみせるから。そうそう、ホームズはそうでなくちゃ。あのカレンをその気にさせた。マヒルは作詞、本物のモリアーティ教授みたい。ヒカリちゃんもちゃんと自分で宿題するんだよ。はい。